マリーズ・コンデは、フランスの作家。セグー、私は、ティチューバ、生命抜きなど、多くの小説や戯曲、エッセイを発表している。経営者の父と小学校教師の母のもと、カリブ海のフランス領グアドループのポワンタ、ピートルに生まれる。旧西部コロン。16歳で、パリに出て、フェヌロン高校に入学し、続いて、ソルボンヌ大学で、英文学を学ぶ。 1959年、ギニア人俳優ママドコンデと結婚。1960年代は、夫や4人の子供たちと共に、ギニアで暮らし、ギニア、ガーナ、セネガルで教職に就く。1970年、パリに戻り、1975年、ソルボンヌ大で博士号取得。1976年、最初の小説、ヘレマコノンを発表。百八十二年、 イギリス人のリチャード・フィルコックスと結婚。フィルコックスは、コンデの多くの作品を翻訳していることでも知られる。1985年、故郷グアドループを再訪。創作の傍ら、アメリカ合衆国各地の大学で講座を持つようになり、後にニューヨークのコロンビア大学教授に就任。フランス文学及び、フランス語圏文学を教える。2004年、 扉法が奴隷制を人道に反する罪と認めたことを受けて創設された奴隷制記憶委員会の初代委員長となる。委員会の呼びかけにより、ジャック・シラク大統領が5月10日を奴隷制を記憶する記念日と定め、2006年、今でシラク大統領列席の下、第1回の式典が催された。コロンビア大学定年退職後は、夫と共にパリに住んでいたが、 神経系の病気で死死の動きに困難を生じ、2015年からは南フランスのゴルド村に今日移している。2018年、ノーベル文学賞の大替賞として、スウェーデンの市民団体が設立したニューアカデミー文学賞を受賞した。1998年にフランス大使館の招待で初来日。以後、2001年、2003年にも来日し、アンスティチュ・フランセ東京。 日仏会館、早稲田大学、札幌大学、中央大学などで講演した、書籍化されたものを中心とする、ありがとうございます。